先ほどの続きです。2024年4月17日、17時14分、まあ、淡井圭介、結婚話をしに来た人たち一覧表のところで、まあ基本的に1998年の話とかしますけども、まあ、先ほど安藤美姫さんの話をしましたけども、そういえばね、名古屋の方に一回行ったことありますね、子供の頃。で、鶴舞公園っていうところ、そこで、赤ん坊の頃の安藤美姫らしき人物を、抱っこしたみたいなのはあったみたいですね。で、それでフルツラパークに来ていた可能性とかもありますね。で、あとは、モデルの、多分巻き込んでなかった。いや、たまる巻きさんもね、なかなか、僕の一つ年下ぐらいだったと思うんですけども、そのね、バーベキューコーナーの従業員として、仕事してるときに名前、僕を探すときの名前の呼び方。ケースケ様、ケースケ様はどこにいるんです大真面目な顔で言ってきたことがあってびっくりする誰あれってなるときはなってますじゃあまたややこしいのなるときになりますその時ね、もしその前日とかにちゃんと会話とかをしていて何日かね、会っていて会話をしてるんであればそれは恥ずかしくて僕は隠れてたんだと思うんですけど、ちょっと待ってくれ、お客さんこんなにいっぱいおる。絶対こっちが、それはそれでこっちが遠投した。他も、人材派遣会社の人間だから。僕のこと変なんだけど。疑うから。ハイゼンからの方の人間は、バーベキューコーナーに関しては僕の方で、仕切るような感じでしたね。仕切るっていう言い方で本当に合ってると思います。その指示出すの言い方だと思うんですけども仕切るってこの仕切りとかの話でしょ僕もねついつい言ってしまうんですけども、テレビ局用語なんかもうテレビとかで放送でもみんな言い始めたら、もう自分も言っちゃうでしょ。で、なんか現場で指示出す人のことを、なんか仕切り屋みたいな言い方をするんですよ。仕切りとかでしょ、仕切るって。その使えると、その後の言葉あんまり使いたくないんですけども。使える。切るじゃそれ関係性を切ったりとかしたらってそれ雇用じゃなくなるそれただただ仕事に現場がないっていうだけそれ多分友達で最後まで会社にその20歳ぐらいから入社して60歳65歳まで同じ会社にいた人に対しての先に辞めさせられていた人たちの皮肉なんじゃないですか。それは山ありとはみんな辞めていくと思いますよ。だけど仕事があるないとかもそれも現場見たらわかるから、別にそんなことで喧嘩してもしょうがないからせめてこうボソッと仕切り屋がいてとかこうよそで言われるっていう、あそこは誰それが仕切ってるわっていうそのまあ多分そうだとは思うんですけどね。そのごめんなさいに話飛び飛びなんて。あと加藤夏希っていうモデルの子もフルツラパークでね、確かその子はバラの間でそのセーラー服着てたと思うんですけども、ちょっとそろそろ年齢、いつ座ってるかいつ座ってないかって、怪しくなってきてるでしょ。その時にはね、僕15歳って聞いてたんですよ。仮に僕は20歳だとして、相手が15歳、その年高校生だとしたらあり得るんですけども、ウィキペディアで皆さんどういう風になっ
ってます、加藤夏樹さん。僕1977年生まれで、2024年今年47歳なんですよ。5歳差ですか。ちょっとね、これ書くの忘れてましたけども、僕もね、これ言い出しにくい、まあなんかもうこれ書いてない時の自分の方がもう自然に忘れていて、書いてない時の自分の方が本当は正解なんじゃないかなって思ってしまうことがあるんですけども、その役者関係、その女優俳優関係で、そのベッドシーンとか、まあ、もうそれどころか本当キスシーンがあかんから、本当に恋人関係じゃないのにキスシーンしてるんだったら、本当にそれはそれで話おかしいんでしょうって、そんなことしながらお金稼ぎって、それ最悪やんって、それあの業界やんっていう話になってくるでしょ。しかも現場で酒飲み始めた、金もらいながら、ここもこれ僕は陣頭指揮取らせてもらうんだったら、各スポンサーになってるところのね、会社の人で非正規雇用とかで雇われてた人たち、今や人材派遣会社の人たちの方が数多いから、法的にも集団訴訟で求めれるものを求めれるはずだから、そのね、お支払いのなかった分のお金とか、だからそれで、みんなで、まあなかなかね、それ言っても集まらないんですよ。お金取られるだけで終わったらどうするとか、そんな話でみんなすぐにじりじり無賛してしまうんですけども、一応ね、言うだけ言わせてください。そんなことしてる人たちいるんだ、もう男性女性問わずですよ。そんなんだ、俺らのお金ちゃんと払ってくれよっていうのがね、これが本音で、 CM 料そんなもんそいつらに働かせといてはいらないからって、 CM 料なんか出すかなって、我が社のイメージに泥を塗りやがって、この話裁判所はどこからどこまで通用すると思います？大真面目な人の方の世界で。けどみんないろいろなんかこう聞いたことあるでしょ、そんなことだったら CM 料うち払わんっていう話、みんな聞いたことあるでしょ。なんか裁判いろんな判例あるんだと思いますよ、本当は。で、あと現場でそのあたりでそれを本当にお金の流れ止めて分からせんかったらエスカレートするからでしょ、ベッドシーンとかやり始めて。そこまで行くと刑法175条、やりすぎ。絶対に女性も男性もそうだけど、脱いだらあかんし、もうそれでもうテレビ出たら、もうまともあの人たち全員からもう絶対もう嫌がられるし、もう敬遠されます。もうそれ他人事として見て笑ってる人とかは、もし自分の親族とかでそういう人間が出てきた時にどれだけ大変なことになるかとか、それ大真面目に考えておいた方がいいですよ。本当に大変なことになります。世の中信用だったはずなのにの話になるんですけども、それ言い始めも報道関係どうなるんでしょうね。出てる人が元警察官とか現役の警察官とか、国会議員の人たちとかも一応出てきてくれたんですけども、名前変えて出てきて、その受け答えで聞いて、僕の方でもその辺のことは分からないからって言われても、まあかんわこの世の中って、もうそれはそれ僕ももう勢い止まりますから、これは本当 NE の残存もね、本当もうみんな頑張って取り組んで解決せなあかんの方向性も、もう僕も勢いなくなりますよ。もうこれあかんわって、もう最初からもうあかんわって、もうこれ頑張ってどうこうなる問題じゃないわっていう話で、多分国会議員になったらなったで、裁判関係とかで助けてくれ、親族の人とかに言われたりとか、友達とか、で自分たちも訴えられたりだとか、それでも毎日日々追われて、もうその訴えてる方も野党だったりするわけじゃないですか。で
お互いに大量の時間を消費して、肝心要の河川水門改式、山発電、地下水流、ストレートトンネル、海底のベラ式発電とか、カモド発電とか、もう結局26年間経過して何もできてないわけであって、まあ、今の国会議員の人たちからしたら、26年前のその人たちはもう言い出しにくいけど、この世にもおらへん人がほとんどやと、ほとんどやねんけどっていうことを言いたくなると思うんですけども。それは俺らのせいにされても困るって、君の立場もわかるけどもっていうことになってくると思うんですけど、これね、もう少し年齢上の方のアナウンサーで言ったら新藤晶子さんとかもいましたね。まあ、この人も結婚話してましたね。まあ、もう私よかったらすぐに結婚でもいいけどっていうことを唐突に言われて。いや、その前にね、よく思い出したら、そういう話を数ヶ月前にして、数ヶ月後に現れて、それを言われたもので、それまでの間にいろんな人間がそういう話してるから、どうしようって、もう途中で友達とかに聞き始めて、会社の社員の人とか、どう思いますって、その程度の受け答えだったら、まあ、相手も政府だと思うし、でも裁判ばかり考えてる人の、考え方ですよね、そうじゃなくてっていう、そうじゃなくて、僕の動き方として、このまま、この方向性で言うことを、目覚ました、それ、イライリオの時もそうでしたけど、気がついたゾイがいて、話がどん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 膨らんでいて、人数が増えていって、で、正直これ本音言っていいですかって、全員別に僕と結婚してくれそうな雰囲気、特別感じないんですけどって。この話、もうテレビ局はややこしいところだっていうことは分かってますけども、まあ、その当時の僕は報道にそこまで嘘はないと思ってましたから、僕報道側の人間ですけども、で、真面目側の人間ですをアピールしてたんですけど、後からも何年も、これもう10年ぐらい続けてずっと報道番組見てなかったら、どの戦争のね、ニュースがフェイクニュースとか、どの交通事故が、一回放送した交通事故のニュースとか、それ分かんないから、もう大体もうみんな巻き込まれた後。まあ、そこでね、新藤晶子さんがそういうふうに言ってくれたときに、あの時どうでしたっけ？誰かが、まず名前と住所、電話番号だって言ってくれませんでしたっけ？その次、報道の世界を教えられることに確かなったんですよね。その次あたりに、国会議員の人たちが何人か代わる代わる出てきて、その件、俺らも手出す、なかなか難しいからって、もう本当は俺たち国会議員の各、もう大体どこのどうもそうなんだけどもって、まあ、三振取りないのところで、テレビ局とかスポーツ選手とか出とんねやんかって、もともとの話、正直に言ってくれる人と、あんまり言わない人のケースと、その辺のところに時間がなくてとか、もう向こうも遠慮がちに、どうしよう、もう二十歳そこそこの人間、まあ二十歳、まだまだその頃20歳か21歳とか、そんな頃の年齢の頃に、もう一応、もう陛下とかともあったりしたみたいだけども、いろんな皇室の人たちとかいっぱい気を見たいけども、国会議員の人たち、本当だって言うとけども、正直、全部の話した時に多分この人も潰れるから。もう途中から僕ももういいですよって、もう正直に本当のことさえ言ってくれたら、もう僕はそれでいいですからって、もう自分が本当だと思っている範囲だけでもいいですからって、あとはみんなから本当だと思われる話をまとめていって、多分この話は本当だろうなのところでまとめていきますって言って、で、そこから報道の人間と今度、エネルギーの残存量問題を国会議員の人たちに教えてもらって、その河川水門改壁玉発電の話、プラスかまど発電とかの話で、あとマグマ発電の話とかも始まって、そのところに、タングステン鉱のことを知りました。タングステンっていう金属、融解温度が大体約3600度とされてるみたいです。インターネット上でですよ。僕は今何を気にしてるかも分かるでしょ。
本当に3600度で誘拐音鳴ってます？ それ工業関係で本当に働いてる人とかじゃなかったらわからないと思うんですよ。これだけ世の中嘘が多かったら。その3600度を測る温度計ってどんな温度計なんでしょうね。まあけど原発扱ってる人たちは多分、その炉心のところはタングステン鋼であることはまず間違いないとは思いますよ。普通の鉄とかだったら、その融解温度は1300度とかですから、ただまあ、簡単に融解してしまうでしょうね。内部燃焼の温度で。まあ、その頃、そのエネルギーの残存量問題をたどっていくと、その1990年のそのバブル崩壊の話と、ああ、もうこの人やわって、もう名前見ただけでわかるって、君やわって。みんな君のせいにしてきてるの話でもうええって言ってるわって国会でもあって それでもう この勢いでもう全部決着つけるしかないっていう方向でこっちはもう話進んどんけどもうそっちももう確保できてるって聞いてるからもうそれでええやろっていう話でもうあとは分かりました、もう本気でちょっとちゃんと説明プラス注意でいきますっていうことで進めますっていうことでワールドビジネスだってなると片っ端から返り討ち。本当にあのバブル崩壊の本当の話、もうそんな、もう大卒そこそこで、そんな急にテレビ出てっていうことを僕に叱られて、もうその言い方の方がいいって、以前の君のそのデスマス区長だったら、その人たち分からへんで、自分たちの方が立場上だと勘違いしようっていうことで、もう言うたれ、全部言って。もうそれで、そんなお金ずっと回して散々海外旅行してた、テレビ局うんぬんで撮影で世の中どうなってるかみんな知ってんねんぞっていうことで下請け会社次々作り始めて、そこでもう賃金上がらないような形にしてほとんどで、泣く泣く働かされてる人たちの話もう直に聞いたぞっていうことで、社会の仕組みも全部知ってるからなっていうこと。世界中の政府上層部とかでももうこの話いくでもう進め始めてるぞということで、もう次々で言うとワードビジネスサテライトで出てくる人間帰り討ち、他の番組ももういいから、もういいからエネルギーの残存量までエネルギーの残存量まで今から言う話聞いたらもうみんなびっくりするからって、そのガムンダムの海の親富野さんの若かりし頃、石油採掘可能埋蔵量80年分ずっと先々まで掘っていく分計算に入れて、で僕がその頃のね、1998年くらいのデータで、石油の採掘可能埋蔵量もう残り69年分だと、もういろんなもう国会議員の人たちの名前出してね、僕に直接会いに来た人と、もうこれもう僕に直接会いに来てちゃんと名前を開示したその人たちは本物、その国会議員の人たちは信じみんなで信じましょうの話の方で、政治不信とはみんな絶対発生するからもうその方向で行くっていうことで、いろいろ名前開示しながら、だからこれも分かってきたでしょ、淡井圭介と会った人間がなぜ総理になってるのかっていうところで、それで結局だから先にだから安倍晋三さんとか、あと鳩山由紀夫さん、邦夫さんとか、ああいうふうに途中で党を分けてたとか、そういうふうな話になったりしたのも、そのコンクリートから人へみたいな形にしなきゃならないだとか、そういう話も事実としてありましたし、もともとは自民党内でそういう意見があったんですよ。で、そこでもう党を分けとかなあかんのとちゃうかっていうことになって、民主党ができて、立憲民主党が出来上がってるんですよ。で、けどその自民党の人たちも今まで経験のある人たちからしたら、いや実は昔もなっていうような話とかも聞いたことはあります。社会党云々党とか、まあけどそのね、もう本当のことだけでいくっていうことで、その行くって進めるっていうことですよ。で、そうそう、まあ、もう株の世界とかお金の動かし方がただただ先の世代の、人たちのお金に食らいついている、だから社債じゃないですか株って。だから先にお金払ってもらって
ずっと人口少子化してんのに、後でそんな会社の業績、エネルギーの残存量問題だから、車の生産だって、もうほとんど打ち切り状態にしなきゃならないし、もう作ってしまった車が勝手に動いてるから、もうそれでも十分でいいんです。中古車センターなんか車ほったらかしにして倒産して、その車が放置されてるんですから、ほったらかしに。だからもうその方向性で張り切って頑張ってたんですけども、途中で限界が来て、もう無理だということになって、で、大阪ヒルトンの方に働きに行くようになったんです、1999年。あんなに頑張った君がそれだったら、多分その後も持たへんし、で、その先々の先代の人たちの間でですよ、どうするって。もう未来の方もやっぱり彼がいろいろそのこと言ってるって。で、それまあ大阪ヒルトンで働けるようになったんじゃないですか。まあそこだったら海外の人たちがいっぱい来るからって、で、いろいろ聞いてもらったりとかしてって。まあ、多分その当時の総理だと思いますけども、まあ6人ぐらいで、様子見に食べに来てくれて、で、そこの担当テーブル僕はついて、まあ料理出したりとかして、まあ多分総理、まあ大臣が来た。で、総理大臣とは言ってなかったんですけども、それ自分で言い始めた方かもしれないですね。やっぱりあんまり僕も、癖で総理大臣まで、まあ、言ってしまったらみんなどこの誰か分かるから、大臣が来たぐらいにしておきませんかっていう話にして、で、大臣が来たっていう、ああ、そういう話してましたね。料理長の父さんとか、その時のマネージャー、寺澤さんとか、アシスタントマネージャーの吉野さんだとか。まあ他の人たちと、まあそこの大阪ヒルトンホテルは、そのディナーが始まる前に、一応ホールはホールで、あのホールってまあ表のね、あのウェイターとかそういう人たちのことなんですけども、あのちゃんとミーティングするんですね。あの前日の売り上げがいくらで、今日はどうこうみたいな形とか、だからそういう、あのちょっとだけの時間でも話できる時間があったら、その辺のところちょこちょこっとこう話することができたりだとか、で、まあ、キッチンはキッチンでちゃんとミーティングをしてるんですけど、これがね、あの小さいホテルとかだったら、もうミーティングする時間すらないんですよ。で、ただただあの仕事を流れとかで動いてる。で、毎日ミーティングに関しても、その内容のあるミーティングをするんだったらいいですけども、今日も内容あまりないなと感じたら、こうさっと終わらせてくれる、そういう店長の人とかだったらいいんですけども、ただただミーティングをあのだらだらだら開いてるっていうのは、まあ、まあ、介護現場とかそういったところでは見かけましたね。で、それすると、余計後で厄介なことになるんですよ。あの書類が増えていくから書き込むところとか、あれね、もうその当時働いている人たちも本音を言ってくれてる人たちとかもいました。で、あの何かあったことだけを記載するようにしたらいいんですよ。まあこんなところで言うのもあれですけども、淡いケースけど、その淡いケースのところで結婚話をしに来た人たちもなんでこんなこと言うのもあれですけども、それ他の業種でも絶対同じ、何かあったことだけを記載しといたらいいんですよ。で、まあできるだけ書類をコンパクト化すればいいんですけども、まあごめんなさいね、なかなか話進まなくて。そうそう、赤い玉さんも昔から春山整骨院に出入りしてませんでしたっけ。どうでしたっけ。もともと仮設住宅のところへ赤い玉さんが、訪ねに来たのは知ってるんですよ。西尾ゆかりも高島綾は仮設住宅来ましたっけ。まあけどあの時はね、一応本当にアナウンサー目指すんであれば、もう僕は自分から言ってました。仮設住宅のとこちゃんと見に来た方がいいと、どんなものかって。こっちの本当の生活を教えたるっていうことで。まあこんな口調じゃないですけども。いや、隙間風がすごくて、って冬場なのにって。家の中閉めてるはずなのに、カーテン動いとんねやんかって、たまにって。エアコンつけてないのにって。で、
正直ね、寝てるとき、よだれ垂らしたりしてるときあるじゃないですか。で、もしかしたら、凍ってるのか、その手前ぐらいだと思うんですけど、それ、冷たってなって、皮膚に当たって、それで起きるっていう。そこから、けどその話も国会議員の人たちにあげて、で、断熱材とか、しっかりするようになったんですよ。仮設住宅の作り方。こういうものとなして結構重要なんですよ。まあ、宇賀夏美はその当時僕の自宅に遊びに来たりしてたと思うんですけども、何回か。まあけど、その後ね、いろんな職業を転々として、まあ順番でいきましょうか。次、2000年、淡路花博、大阪ヒルトンの次。淡路花博では、明確にちゃんと座って結婚話をしたのは、押切もえと海老原ゆり、まあ、押切もえさんと海老原ゆりさんですね。で、その時ね、僕が聞いてたのは、僕の立場って人材派遣会社のそのファインハイゼンから働きに行ってる。で、レストラン収穫祭っていうところで働いていて、レストラン収穫祭っていう、その収穫祭っていうレストランの会社があるんですね。正式な名称とか会社の登記簿買ったことないので、なんというのか、ちょっとまあ正直よくわからないんですけども、そちらの方もね、どこそこの社長が君に会いに来るっていうことになってるけども、っていうことで聞いてるって、何か覚えあるっていうことなんですけども、僕も覚えてないとしか、本当に覚えてないから覚えてないとしか言えないですし、で、来た時に最初どう思ったかって言ったら、二 人とも髪の毛の色も、どちらか金髪に近いような色してませんでした。まあ、二人とも茶髪以上だったでしょう。で、装飾関係とかをつけてきて、ファッションでそうしてるんだと思うんですけども、それでね、男性のそこの事務所の社長さんと思われる人で、その女性2人で来るとどう見られるかと言いますと、もうこれもう直球ストレートで言いますよ。もうテレビ局関係で今後仕事する人たち、どういうふうに相手に会いに行く時とか、どんな格好で行ったらいいかとか、どういうふうに見られてしまうかとか、これ全部言っときますよ。キャバ嬢連れてきた社長やって。そういうふうにしか見えないから、本当に。やばい、やばいやつ来たって思った。ねえ、それ。横にいた人がね、そこも、まあ、キッチンの、料理を作っていた人の岡崎さんっていう人は覚えてます。あと、久保田さんと、あと、久保さんっていう人、本当は警察官の方だったんじゃないですか。宝塚三大病院に入院させるとき、もう髪の毛染めていたでしょ。で、久保さんも本当は証言者として出てこなきゃな、出てきてもらわなきゃならない方で、あの時の僕の状態ってそうです。で、あの頃久保さん髪の毛染めてなかったでしょ。で、一応奥の方の席に、座って、コーヒーぐらいだったら出してもいいっていうことになってるからっていうことで、コーヒー出して、で、3つ持って行って、僕、ウェイター気分なんですよ、本当に。ウェイター気分というか、この3人に、コーヒー出すだけかと思って。いや、そこで座ってちょっと話聞いてって言われて、で、座った目の前が押切もえさんと海老原ゆりさんで、まあ、よくよく考えたらフルーツラパークの後輩になるんですけども、もう覚えてなかったです。もうあんまり働いたことないですよ。1、2回ぐらいだったんじゃないですか、働いたことあるの。で、その当時よく考えたら、正直なところ18歳以上でした。本当はファインハイゼン18歳以上じゃないと無理ですよ。で、まあ、結婚話、云々の、その継続的なところ、話し始められたんですけども、
押切もえさんの方は丁寧な口調で話して、海老原ゆりさん、今思ったら、ちゃんと普通に敬語では喋れるけども、意図的に、敬語なしで話してたでしょ。僕を、それで押切もえさんを、礼儀正しい人のように見せかけるためなのか何なのか、僕もよくわかんないです。まず、そもそものところで、まず、名前と住所と電話番号で、その時はね、どちらか一人が見せてくれました。運転免許証か何かで。まだその当時2000年だから、僕より1、2歳年下だから、運転免許証まだ取得してました、取得してませんでした。それなかったら、なかなか身分証明書なんか、多分運転免許証って自分の財布の中に入れてるから、パッても出せると思うんですよ。で、僕は多分見せたと思うんですよ。見せてもらいましたっけ？その後僕、その二人と、もうその後会ってませんでしたっけ？会ってないでしょ？他の勤務先でも会いましたっけ？どうでしたっけ？もうこんな段階ですね。で、まあ次週は株式会社の話に行きましょうか。その半年限りの仕事が終わって。で、まあ、大阪ヒルトンに戻ってきたらっていうような話の電話とかいただいてたんですよ。やっぱりどんなところか分かったって。な、俺の言った通りやろうと言ってた人たちはいたんですね。もうそんなところどうせ半年だけやってって。で、そこでね、もう一度大阪ヒルトンホテルに戻ってればまだ良かったんだと思うんですよ。で、週は株式会社の方へ行ってしまって。で、それね、新聞広告を見て募集したと思うんですよ。その前にフルーツアパークで1998年か9年の頃に北神戸店に連れて行かれてるんですよ、山口隆という男に。確かそう、山口隆さんか、竹縄と名乗ってた人のどちらか。その連れて乗せされる話、本当はエグいからっていうことを、この間、中貨物で働いていた時の吉岡さんが言ってたんですけども、僕のことをよく知ってる人、まあ、吉岡さんはある程度のことは知ってます。その秀和株式会社、2000年から2001年の時、その人も働きに来てましたから。で、中貨物さんのそのトラックの方のドライバーの人で、僕のことをもうちょっといろいろ知ってる人とか、僕のホームページをしっかり見てくれてる人とかが、まあ何人かはね、警察官の話も本当らしいわってもう顔面蒼白になって言っていて、その人の顔をよーく思い出したら、アンガールズの田中っていう人と、もう一人の人でしょ。アンガールズの田中っていう人は、なんか通信系の関係の仕事でね、僕の家の中に、仕事で入りに来たことがあるんですけども、その時金髪、本当にそんな色してよ。で、なんか説教みたいなことをかましていったんですけども、アンガールズの片一方の、その人、もう一人の、もう、まあ、まだ真面目そうな人。バンドマンの人ですよね、もともと。じゃありませんでしたっけ？バレたよ。バレたっていう声聞こえてたんですけど。多分コンピューターだと思います。本人が言ってるか言ってないかわからないですけども。で、その乗せられる話、本当はエグいからって、僕もでした、本当に。全員そう。もともと警察官だった人とか、その後警察官になる人も、もう、その乗せられる話、もう人生みんなめちゃくちゃ。自分がめちゃくちゃにしてることに気がついてないから、どちらか。金銭的にうまくいってるからといって、人生めちゃくちゃかどうかって考えたら、自分が多くの人たちを、要するに踏み台にして多くの多額の稼ぎを得ていたっていうところまでたどり着いたりだとか、あとエネルギーの残存量問題、そこを大真面目に本当に取り組まなきゃならなかったのに、自分たちのしてきていたことは、間違っていたとかの結論になっちゃうから、本当の意味での成功者なんかいない。
ごめんなさいね、急に重苦しい話で。で、手話株式会社でも、平井理央さんと塩田理恵子さんが来てくれたんですよね。で、北神戸店の2階で話をしていて、で、その山口隆という男が、もともと警察官だったんですかね。で、読売テレビとかでも働いていたから、だから、安心して来てたんですよね。けど、送り迎えからしたら、山口隆さんがしてたんでしょう。それだったら、これ誰の彼女なんで、もう、二人が、山口隆さんと、塩田玲子、もう、ごめんなさいね。ちょっとたまに呼び捨てになるときになるかもしれませんが、基本的にほとんどの人僕より年下だから。ごめんなさいね。さん付けじゃなくなるときあるかと思いますけど、ご結婚されていて、旦那さんも気悪くするかもしれませんけど、ごめんなさい。こんなにたくさん喋ってるのもうしょうがないで許してください、そこは。これ僕とか他の人間からしたら、今の見てどう思うって。またこの人の結婚話の件で来てたけども、なんか二人で来てる時点で変じゃないって。山口隆っていう男、あの人のことどう思うって。本当あの人の女って。みんなそんな話を言うなって。もうあんま本当に覚えてないんですけども、なんかフルーツラバーグであったとかそういうことになってるみたいですけども。で、もうまた、今度北神戸店でね、ある程度善意のある人たちと、そこまでの事情をよく分かってない人たちの今後のややこしい会議、スポーツの、もうその話、ここでもこう、C だからって、もう悲惨な話になるからって、もうやめとこうって、もう本当の話、俺らも知っとうからとか、いう話と、そこに思いっきり食いついてくる。架空の年俸の話とか、信じ込んでしまってる人たち。年俸年収と勘違いしてると いろんな意味で、いや、ちょっと教えてくださいよって言いたと 僕がもう完全にその本当の話忘れていたから もう全部もう何言われてるか分からん。その前にこの出勤日数どうにかしてくれ。週6日の出勤で、初年の新人のとおり、もうあれは正直、竹中さんが悪いと思う 吉川君が怒ってくれた。この人をこんなにたくさん働かせたらダメだって言ってたでしょって。竹中さんが現場出たらいいっていう話になってたでしょって怒ってくれて。本当に 年末の13連休、あれなんで竹中さんが出てくれなかったんですかね 僕も今考えた謎、年末の。新人の年ですよ。1日売れてる時、1万リットルとか売れたりしてる時、緑が丘、西とか、他のコースとかでもいっぱいある。それは、それね、みんなその前後にどんな会話を交わしてたか、覚えてるか覚えてないかで、答え全然変わってくるんですけども、藤田君っていう男の子がいて、その子はね、その人はね、身長、僕とあんまり年齢違うんですよ。2歳ぐらいしか、1歳か2歳かぐらいだと思います。身長160センチぐらいだったんですよ。だから正直、これ受験無理なんちゃうかっていう話で、とにかく出てるというか、に問い入れて、帰ってきてくれたらええか、もう次々、もう次々次の問いが出てる問いが目指して進んでいってくれたらいいからの話で、その時はね、神戸市北区のスーラン台のとある一部の地域を、週2回回ってるところと週3回回ってるところがあるんですよ。で、その彼はある程度のスピードで、ある程度でその現場を終わらして、なんとかして帰ってきてる方で、そこをね、責めたりしたらかわいそうだっていう話があって、そこに2年目以降の人間が頑張るで、フォローするっていう話で、中野っていう子はいたんですけども、実年齢、どれぐらいなのか今考えたら、その当時も僕若かったですから、もしかしたら僕より、お互い、年齢しか言わないみたいな形で、けど、中野君が頑張る話で、そんなか 夕方から8キロ なしで、6キロ、8だったでしょ。6キロだったら、その距離だったら、給油まだ近いから、なんとかできてた方だし、
まあ、本当、会社戻ってきてから次の日ちょっと、お前、ちゃんと本当回るよ。藤田君が叱られていて。いや、多分言う人は言うと思いますよ。やりすぎやと、それは。あと回る次に、その夕方から8キロなんかむちゃくちゃやんっていう話になるから。その頃芸能界売れる話クローズっていう漫画が始まって先ほど動画が途中で、録画の時間がなくなって途切れましたけども、もう一度先ほどの続きです。4月17日、2024年、18時28分。まあ、先ほどからいろいろパソコンの作業をしましたので、ちょっと間空きましたけども、時間。まあ、その、クローズっていう漫画、アニメ業界が、まあ、名前見たら分かると思いますけど、クローズ閉じる。で、その、スズラン取りてえんだよっていう、その、たくさん売れてるみたいな話でね。もう、その頃は、もうそう、まあ、昔から何かこう、僕の剣を、ある程度こうネタとかにしていろいろ漫画を描いてる人たちとかもいらっしゃるんですけども、まあ、暴力団系の漫画は良くないです。暴力団っていうのは複数で暴力を振るってしまった場合、それは裁判所の裁判官の判断によるんですけども、暴力団と認定されてしまうと暴力団という位置づけで扱われるんです。だから誰しも複数で喧嘩をしてしまうと、暴力団として認定される可能性があると。まあ、もう極端な例で言うと、その複数の人間でね、一人の人間をボコボコに殴ったと。で、それを、まあ、暴力団として扱うケースがあると。まあ、こういうことです。まあ、もともと、ちょっと話が、まあ、結婚話に押しに来た人たちからそれってしまって。なので、ちょっともう一回戻しますね。昭和株式会社で、その来てるメンバーを考えたときに、スポーツ側に持っていこうとしていたようにも見受けられるじゃないですか。平井理央、スポーツフジテレビの、スポルトという、アナウンサーであったと。潮田玲子も。で、僕は覚えてないだけで、他にも誰か来ていたかもしれません。だから、そう、客観的にね、テレビ局のことを詳しく知ってる警察官の人とかだったら、報道系行くんだったら、嘘側みたいな話になるじゃないですか。で、スポーツ側に行ったら、エネルギーの残存量問題を解決しようとしない方向になるじゃないですか。だから本当はあの時、秀和株式会社でも、経団連とかなんとかっつって、できなかったんですか。がね、まあ、会社の規模を考えたら、その中小企業ですけども、従業員の数は多分500人以上ぐらいのところから大企業扱いでいいんじゃないですか。500人未満だと中小企業っていう形で。けども、そこまで広げたら広げたで、手回らないじゃないですか。だからまあ、その辺のところとかもあって。るんですけども、だからまあ今考えたら、まあ、秀和株式会社のあの近辺の頃の年で、まあ、2000年から2001年、2001年から2002年の働いた時に、中田英寿、僕と同い年のサッカー選手がイタリアのローマで、セリエ A で優勝してるんですよ。いや、だから遊んではないルールがはまってるんですしょうけども、結局仕事場でもね、そのスポーツ関係のことはしとか言ったりはしてましたけども、言う人は言うんですよ。その警察官だったはずの、結局テレビ局で行ったり来たりしてる山口隆っていう人も、競馬の話とかし始めたりだとか、仕事終わった後とか、まあ、余計な話するからもうすぐ帰ろうの話だったと思うんですけども、まあ、けどもともと労働時間しっかり見直さなかったら、もうあれも危険ですね、本当に。特に距離が遠いところ、もう今でも、そのところ巡回販売してるかどうか知りませんけども、それこそ経済原理で終わらせた方がいいと思いますけどね、その遠いところで。今でもどれぐらいの規模でその、地域展開してるのか僕も知らないですけど、
まあ、とにもかくにも結婚話の方に話戻しますね。で、2001年から2002年、その神戸市立ホテルウルスラパークレストランカトレアで、店長をしていた時に、まあまあ何名か入りに来て、で、その、まあ先ほど松たか子さんの話をしましたけども、結婚話、その時、そこも僕、レストランカトレアの店長として働いていましたから、なんて言ったらいいんですかね、その、特にこう、誰か結婚話をしに来ていたような記憶もないんですよ。まあ、その仕事で松たか子さんが来ていて、だと思うんですけども、他に誰が来ていたかと、その労働時間もね、一応、まあ、一月だけですけどね、その人が株式会社の変な労働時間が影響を受けたのか、8月、まあ、レストランカトレアの店長をしていた時に、一月の労働時間346時間か8時間ですね。その間で休憩はあったんですけども、休憩時間足りてましたっけ？法的に。もともと人材派遣会社のその休憩の仕方変なんですよ。労働時間8時間で、ね、休憩時間30分。それ、よそのホテル行っても、なんかね、ちゃんとしたところはちゃんとした休憩時間を、その45分の休憩、間で、だから披露宴1軒目と2軒目の間で、まあ休憩行ったりとかするじゃないですか。それでちゃんと45分の休憩入れてるところ入れてるんですよ。昔のフルーツラパークはあんな形になったのか、僕もよくわからないですよ。ただ、その現実的に、もともと新栄フーズさんが、そのホテルフルーツラパークの、その披露宴だとか、レストランだとか、そういったところの運営をしていて、新栄フーズさんが撤退した後も、その後、まあ、間で別の会社があったのかどうか、僕もよくわからないですけども、現在株式会社 CHI さんというところが、その新栄フーズさんの時にしていた仕事の内容を、まあ、してるような形のようです。で、株式会社神戸ワイン、現在名称神戸ワイナリーの方なんですけども、もう今は農園の方を、軸にして仕事をしているっていう形にしてるんですよ。そうしなかったら、結局、神戸市立ホテルフルーツラパークって、その299億何千万円かけて作ってるんですよ。で、そんなところを、例えば、まあ、多分、この CHI さんに、業務委託をされるような形で、運営してもらってるような形で、で、この CHI さんとしても、まあ、詳しくは知らないですけども、これ、ホテル自体を会社の持ち物として購入なんかできるわけないじゃないですか、金額的に。だからまあ、業務委託みたいな形で、民間の会社が、仕事をしてという形で、今、だいぶ前に面接、ここ1年以内に面接に1回行ってみたんですけど、まあ、1年ちょっと前ですかね、1年前ぐらいに面接行って断られて、で、まあ、ゲートもだいぶ前から、入場料いただいてなかったみたいですね。まあ、余計車が来やすくなる。だからまあ、エネルギーの残存量問題には適してはないんですけども、まあ、経済原理的にはどうなってるかと言いますと、新栄フーズが途中で撤退した時点で、大した売り上げなんかなかったんですよ。だから僕は、レストランカトリアで店長をしていた頃は2001年の頃だったわけじゃないですか。で、その頃、レストランカトレアだけの売り上げを見ると、8月1000万円超えはまだ、しっかりとした金額が出てる方で、他の月、あとゴールデンウィークとかある月と春休みと、まあ、秋ぐらいの間は、
ある程度お仕事があるっていうぐらいで、もう大した売り上げなんかないですね。あとは、披露宴とかも1996、7、8、9、それぐらいの年までは、阪神・淡路大震災が発生したのが1995年で、あの辺りの、その神戸市の、新神戸オリエンタルホテルとか、ホテルオークラ神戸とか、披露宴件数とか少なかったと思うんですね。で、舞妓ヴィラホテルとか、いろいろあると思うんですけども、静清オリエンタルホテルだとか、その分の披露宴、ある程度、神戸市立ホテルウーサーパークに近いところっていうことにあると思うんですけども、披露宴の件数があったと。けど、年間300件はなかったですよね。いくらなんだ、いや、どうでしたっけ？一応これも淡いケース月つながりで、どうしてもその娯楽の分野とつながってくるんですけども、その円卓の鬼神っていうことでね、エースコンバットゼロっていう、ものが発売されてますけども、一つの会場でね、1日3限したことあるんですよ、披露宴。いや、だからね、偏ってね、一時期その阪神・淡路大震災の影響で、一時期偏ってその披露宴件数があった時はあったんですよ。で、その神戸市立ホテルフルーツフラワーパークに隣接しているところが三田市なんですけども、そこの三田市に、阪急ホテルさんができたんですよ。で、その後阪急ホテルさんから別の名称の名前のホテルに変わってるんですけども、よその会社が受け持つ形になったんですけども、お客さんの取り合いしちゃってるんですね。で、もともと、この近くにサンパルス六甲さんがあったと。で、サンパルス六甲さんと神戸市立ホテルフルーツラーパークの多分どちらか一つぐらいの方が良かったんだと思いますよ、件数的に。人口ずっと少子化っていう、その話を考えていくと。もう僕が生まれた年と比べたら、男性と女性の生まれてきてる人の数が半分ぐらいになってますから、だから無理があるといえば無理があるんですね。で、2001年のそのフルーツラパークの話は、それで終わりと。で、2001年から2002年にかけての週は株式会社で誰が結婚話をしに来たかっていうと、ちょっとそれははっきりと覚えてなくて、それと、この動画をつなぎ合わせる前に僕は言ってた、その夕方からの8キロって、それ8000リッターを売るっていう話なんですよ。それ、もうめっちゃくちゃきついですよ、本当に。灯油の関数で言ったら、3600リッターぐらいで200缶ぐらいですから、一晩18リットル。だから、400何十缶ですね。一缶18リットルですよ。で、それを400何十缶、自分で給油してお客さんとお金の受け渡しをして、もしくは灯油券で、運ぶと。8キロとなってくると2回給油になってきますから、いくら北神戸店から近い鈴蘭台でも、それはもう、その時はさすがに竹縄さんの方から送りをもらってたみたいですけども、送りってその、という積みに変えてる時間とかもったいないから、その空いてるその号車、予備車があったんですよ。それで、現場に、輸送してあげると、店長が。その日、何キロだったんでしょうね、最終的に。十何キロ。だから、その頃の時代はちょっと異常でしたから、唐戸台唐戸町の方なんですけども、吉井さんという人が回ってたんですけど、僕の話すると、その野球の方の吉井さんかと思われるかもしれませんけど、大リーグメジャー行った、その吉井さんでもないですし、イエローモンキーの吉井さんでもないです。別の吉井さんという人がいるんですけど、いたんですか、その当時。その人がね、唐戸町、唐戸台、日曜日、週1日だけにしておいて、年末、マックスでだいたい1万4000リットル近く、1万3900いくらでしたね。だから、
完全に3階級でギリギリいっぱいいっぱい。あれ多分3階級でからなって4回目が無理で、もしかして隣でそのホンドラニっていうコースを回ってた中野くんの方でなんとかしてた方ですか。僕らはそれをまあ食べに行くっていうような言い方をしてたんですけども、その足らない分を給油しに行くっていうのを、まあだから歩合云々とかの話とかがあったから、その食べに行くみたいな話の言い回しを仕方をしてたんですけども、その空とか言って普通の冬の気温の時で10キロオーバーが普通だったんですね。だから1万リットル以上です。だからちょっとまあその世界まで行くとみんなもう引いてしまってる方ですね。さすがの吉井さんも一日でほっぺたげっそりしてましたね。で、その頃は誰か来たか来てないかで言うと、まあ来たみたいな気もしますし、そうじゃないような気もしますね。で、その次2002年のサンパレス六甲なんですけども、まあそこでまた様々な人たちが来るんですけども、まあ男性女性いろいろな人たちが、山掛さんっていう人もいたんですよ。昔アナウンサーでセントフォース所属で、大体セントフォース行く人はその直接テレビ局のアナウンサー、まあ局員になるわけではなくて、最初からフリーアナウンサーみたいな形で入社するんですけども、まあそのいつまで仕事があるないの話になってくるんですよね。だからテレビ局所属でその披露宴の司会をされてる人たちもいましたので、それ専門で、どうしてもそういう人たちと仕事を取り合うような形になってしまいます。で、少子化でやっぱりそうなりますね。まあサンプルス旅行でもいろんな人たちが来て結婚話をちょろっとしてたんですけども、まあ先ほど言ってた杉浦友紀アナウンサーとか大江真理子、相内優香はちょっとよくわかんないんですけど、大江真理子の方が体当たりしてきなさいとか言ってきて、アタックという意味は攻撃だという意味を表現したかったのか何なのか、それ突撃してきて、体当たりしてきたから、よくわかんない、本当に。まあ一応本気でふざけてくるときはふざけてきてるみたいだから、君の証言を信じるとって、君も忘れてるみたいだけども、とりあえず気をつけておいた方がいいっていうことを言われていて、いやだからそれ体当たりだから いやもうその、最初からこう構えておかなかったら、こう足腰踏ん張って前後に踏ん張って構えてなかった、体当たりされた、ある程度勢いからは男性も吹っ飛びます。もうよくわかんない。杉浦友紀に関しては、2002年サンパレス六甲の、456、そのぐらいの期間に、さっと来て、稽古回しを飲んだところで、で、それ、さっと消えていた方ですね。いや、だから、全員名前と住所、電話番号っていう話になるんですけども、サッカーの日本代表の岡田監督から電話かかってきました。今の時期に言うとややこしいですけど、阪神タイガースの監督の岡田さんと。まあ、多分ね、この話したら皆さんびっくりするかもしれませんけども、多分ね、日本代表のサッカーの、監督されてた岡田さん、多分、イ・ミョンバク大統領ですね、韓国の。で、まあ、最近政権交代されたような選挙の放送はされましたけども、ユンさんっていう方が、まあ、韓国の大統領でしたけども、もともと岸田さんと仲良しで、日本語ペラペラ喋れる方なんですね。
多分日本でもかなりの期間生活されてたと思うんですよ。で、韓国語も喋れるっていう、2カ国語をしっかりと喋れる方で、で、自民党として NHK の朝の9時からのニュースに昔出てたんですよ。自由民主党として。で、これね、他にも日本の自衛隊で、階級で言うとね、そのワンピースの世界で言うと、海軍の大将とか、まあ中将とか、あの辺りぐらいの、ヘリコプターでしたけど、多分海上自衛隊の方ですよね、の方で死亡した、ヘリが墜落して死亡したニュースを流しといて、中国の方の軍の上層部で、中国人民党大会でね、いらっしゃったりだとか。顔見たらもう同じだから、もうこれもともと政治家の方たちと昔からお会いして話してるから、そのどうしてもね、その両方の言語をしっかりと喋れる人たちとかがこういなかったら会話にならないんですね、そのいろんな部分で。で、まあ、お互いの信頼性とか、今の時代は国連ですから、だからまあ、そういうような形で、他国へ行かれてとか、まあ、大変だなと思うんですけども、けど、その、リムンバク大統領も、まあ、もともと日本人の方ですよね。で、それで韓国の方へ行って大統領をして、なんかこう、無理があって、で、それで日本に来て、サッカー日本代表をしていて、だんだん顔が変わっていってる。イ・ミョンバク大統領の頃の方が、目がもう開眼してない状態、細くなってる状態なんですよね。で、宝塚三田病院で、2022年の、冬ぐらい、秋の終わりぐらいから冬ぐらいの入院させられた時、担当医の高永医師ではなくて、その人が来てるんです、白衣着て。ねえ、まあ、ユンさんはもともと検察庁の人で、パク・クネ大統領を起訴した方だったと思うんですね。だと思うんですよ。僕もだと思うとしか、他国の放送で字幕と内容が違う時があるから、ただ、パク・クネ大統領が手錠かけられてるところは見ましたから、映像で。本当にそうやからって、その現場の人の警察官の人が言ってくれていて。多分その日本と韓国を行ったり来たりしてる政治家の人たちがたくさんいて、で、それはそれで上の方でかなりがんじがらみになってややこしい話になってるみたいですね。その辺のところ、多分ね、まあ結婚話のこのコーナーで言うのもあれですけども、全部最初から最後まで本当のことを言ってればよかったんだと思いますよ。友好関係のためにあると。もう今更、だってそれ中国の人だってね、ほとんどの人は、日本の原爆投下のああいうふうなのは悲惨な話であって、それに関して日本人のことをけなす人なんかまずいないわけじゃないですか。焦土化されていろんなところ空襲されて、でそれでもまあ一応、まあ私もそうなんですけども、その1997年、8年、フルーツ・ラ・パークに集まってくれていた人たちによって、まあ、日米友好関係と、あと日中友好関係もそうですけども、もちろん韓国とか北朝鮮とかもそうなんですけども、まあ、台湾の方もそうですよ。まあ、ちょっと国の名前挙げ始めたらきりなくなるんで、ちょっとこれぐらいいったんですけど、大体の国、あんまり話広げると僕もお手上げになるんですけど、多分神戸市兵庫区の湊川の大英のあの通りのところで、僕、マクロン大統領さんだと思われる人に声かけられてますね。同い年の人です。当時のその1998のフルーツ・ラ・パークに集まった時のメンバーの一人の方だったんじゃないですか。確かその頃の僕は、今後、その政府上層部に上っていく人で、選ばれていく人で、で、まあ、その、アメリカと、
中の国、その、どう言ったらいいんですかね、その、いや、もともとその、日本とね、その、日米の友好、全世界から見たら、もともと一番激しい総力戦をしたのは日本とアメリカなんですね。とんでもない戦争。で、そこで、日米友好関係の声を強く発している、その中での、それはいいことだっていうことを言ってくれる側の人たち。そういうところがあった方が、イギリスの方はその王室があって、天皇家の人たちがもともと交流があるから、ある程度その、良い内容のコメントとかをいただいたりとかできたりしてたわけじゃないですか。あとは日本とアメリカが、今までいろんなことありましたし、東日本大震災の時はその友達作戦ということで、あの地震はその2011年で本当にあっています。で、3月11日ですね。で、米軍の人たちも、復旧ですね、復旧の部分のところで、すごく頑張ってくれました。まず空港からでしたね、あの時は。空中から物資を輸送しなかったら、現場行くまでに道路がズタズタになってましたんで、そこの道路の復旧をしなかったら陸路はつながらなかったので、大体空からになるんですよ。だからまず津波が押し寄せた空港から、流木とかも含めていろんなものを撤去しなきゃならないのであって、その時、大体人間の手で持ち上げれるようなものは複数で、みんなで、せーので持ち上げて、のがせでいってと。それぐらいの頃ですね、黒人初の大統領、オバマさん。その辺の話とかも、その当時から知りて、いやいや、あと他の国とかの政府上層部、後から分かったものなんですけど、もうどこの誰か、もう記録をつけてなかったら忘れてしまったんですけど、2011年以降の、神戸市兵庫区の港川の、その大英の商店街のあの辺の、パークタウンの横との、アーケードのところ、あの辺りのところで何人かに声かけられてるんですよ。で、あの辺のところでね、一番最初に声かけてきたのは、デビュー前の相川七瀬さんで、僕は小学生の頃だと思うんですよ。で、相川七瀬さんは僕とそんなに年齢離れてなかったので、相川七瀬さんもその頃小学生じゃありませんでした。で、小学生が、多分小学生だったんじゃないですか。まさかね、年齢をごまかされていたら、そこは僕もお手上げなんですけども。とにもかくにも、その辺の流れのような気もしますね。その時点で、海外の方、その政府上層部の方たちに、何人、その同じ日じゃないですよ。そこを歩くときに、何回かそこで話しかけられてるんですね。だけども、僕は英語は全然話せませんからね。だから、大した会話なんかできてないんですけども、家帰ってから、あの時の方がって思うんですけども、ちょっと前はね、去年は、そこの、階段を降りて行った先のところに車が止まっていて、またこっちに向かって何か言ってるんですよ。で、一応顔見たんですよ。だけど、もうどの誰か分からへんわって思って、もうこうしたんですよ。分かりませんっていう。もう、いや、分からないですからって言って歩いて行ったんですけども、家帰ってくる時に思い出したのが、フィリピンの大統領のドゥテルテさんだと。で、あの人はもともと州は株式会社で、2005年から2006年、2006年から2007年に働いていたその期間のうちどちらかの時に来てるんですよ。多分2006年から2007年じゃなかったでしたっけ？その期間に来てますよね。で、北神戸店で、三田市の一面の地図があるんですね。表札の入った地図。それ全部広げたら、4畳半で収まるかな？収まる。多分6畳以上の広さが必要だったんじゃないですかね。全部表札が入ってるんですよ。一軒一軒の家。で、そういう地図をつなぎ合わせた一枚ものがあるんですけども、それは会社でね、この辺りが大体、その日、半年の冬で、これぐらいの販売数量があるっていう、その数字を、つけときなさいというようなことで、
作ってたもんなんですけども、それ見てもらった時に発表してる人口と全然違うっていう話で、まあ、それは他のいろんな警察官とかいろんな業界の人たちが見に来ていましたね。でみんなびっくりで、どうやらその1億2000万人という人口の数は朝鮮半島、つまり北朝鮮と韓国と今の日本の国境のところとその台湾プラス多分満州国、だから実際の人口は全然違うっていう話になるんですけど、今の国境内でですよ。だから販売戦略から何から何まで全部失敗しちゃうんですよ。今更店出しても、もう店はできた後ですから、もう最悪お互いで組を締め合いですね。だから今あるところで働いていればいいの話になってきます。だからスーパーマーケットの前にスーパーマーケットを出すという無謀な行為はやめておきましょうということですね。まあ世の中その一番手堅かったのはスーパーマーケットだったはずなんですよ。食料品は皆さん買うわけじゃないですか。である程度の数字が見込める計算が立つ、まあ、とりあえず倒産はなかなかないっていうところでスーパーマーケットが本当は一番、まあ安定した仕事であったと。だからテレビを見ていると、ギャップになるというかハードルが高くなるすぎるんですよね。その大学行って法律を覚えて、で政治経済向き合って、でエネルギーの残存量問題、これは一番の軸になると、もうそこからの解決ってもう難易度が高すぎるんですよ。まあもう一度ちょっと結婚話に戻りますけども、うん、その2006年から7年に、秀和株式会社で働いていた時の3月中旬か下旬ぐらいに居眠り運転で交通事故を起こして、で、最初まあその後その裁判は途中まで法廷開かれてたんですけども、まあそれは会社が悪いというところをしっかりと裁判官がはっきりと言ってくれてるんですよ。で、思い出せるだけ思い出してくださいと。で、どれぐらいの時間働いていたかだとか。で、それであとはこちらの方で計算強い人に、計算してもらいますっていうことで。で、あと、弁護士さんをつけてもらった方がいいとか、まあそういう方の話もあったと思うんですよ。その裁判の時だったと思うんですけど、まあ他の裁判とかもあったんで、ちょっとその辺よくわからないんですけど、訴訟費用の給与申請もちろん通ってます。あれだけ物事はっきりしていたら。で、世界フィギュアを見ていて、その子供の頃に結婚話をしていた安藤美姫を思い出して、まあ、とにもかくにも行かなあかんとか、秀和株式会社の北神戸店で、あれこれみんなが言ってた内容はこういうことかと。で、とにもかくにも一回、その2007年の、4月3月下旬か4月ぐらいに名古屋の方行ってみたんですよ。でそこで安藤証券という看板を見て、あそういうことかと、安藤証券の親族の人かと。でこれもよくわからないですよ。まあその本人に会ってしっかりと確認をしなかったらやっぱりわからないものはわからないですね。まあ証券会社は昔から合併縮小ですよ。もうそれはもう確実になったのは1990年の、日本でいうとバブル崩壊のイメージが、はい、近いところですけども、もっと昔は実は第二次世界大戦の前のアメリカの議会で、1920年に、まあ、銀行と証券会社に嘘があるっていうことで偽証罪として認められて、新しい法律、第二のスティーガル法、日本でいう銀行法のようなものが出来上がって、ただいろんな話を追いかけていくと、その銀行はお金を貸して家建ててるわけじゃないですか。で、第二次世界大戦があった以上、大抵銀行じゃないですか。株売ろうとしても買う人いました、その頃。僕もその時代の人じゃないのでわからないんですけど、どう考えても無理ですよね。日本中あれだけ爆撃されて、最後の方原発にはうつと侵されて、さらにロシアの方から北方四島から
北海道へ上陸されての状態だったじゃないですか。もうその時、だってあの時の上陸に関して、日本のその政府の軍は解体されてる状態の時に乗り込んでこられてましたから、それ志願兵というか、その自主的にどうやら戦うような人たちという立場のようですよ。実態はよくわからないですよ。その時の、その政府の都合でそういうふうになったのか、本当にそうだったのか、多分そうだったと思いますよ。東京だって200を超える、空爆を行われてるわけじゃないですか。大阪とかも多かったし、兵庫もそうだし、広島もそうだし、九州もそうだし、沖縄もだって上陸されてましたし、で、あの状態でさらに原爆2発投下だったでしょう。それも政府として機能してなかったんじゃないですか、てんやわんやで。で、ちょっと結婚話の方に話戻しますけども、その安藤美姫の方を探しに行って、まあ結局どこも窓口とかわからないですし、急に行ったところで会場に入れるわけでもなかったですし、まあその時の会場は別だったのかな。まあその手がかりを探そうと思って、自分なりに。多くの人間と結婚話していたけども、全員どうなってるんだろうっていうこと、これもしかしたら大変なことになってるんじゃないかと。とにかく誰かに会わなきゃならない。で、距離的に、交通費的に行ける範囲っていうところでそうなってるんですよ。で、もちろんその時に、世界選手権で、安藤美姫はその頃優勝しましたっけ？まあ、だからその頃、頭の欠かしたりとかはしてたと思いますよ。してるしてる。で、まあ、その後まだフルーツラパークに戻って、2007年か2008年、バーベキューコーナーで働いたりとかしてたんですけども、だからまあ、その時に西尾ゆかりとか、まあ別に河野明子さんとかでもよかったんですけども、まあ現場来て、以前どういうふうなことがあったかとか、お互い覚えてる範囲で、近況報告どうなってるとか、多分もうその頃、河野明子さんも井端さんの方と話進んでたんじゃないですか。だからその辺のところをみんなが情報を出し合ってくれていたら、まあ、もっと早急に僕の方もなんとかなっていたかもしれない。もうその後ですね、路上で暴行を加えられて、両顎を割られてるんですけども、そのね、あと北神戸店で、これ竹縄さんだったらわかると思うんですけども、その人本名もう本当にわからないですから、もしかしたら湊川中学校で一つ年齢上の上田って名乗ってたキャッチャーしてた人なのか、もう僕もよくわかんないんですよ。顔似てると言えば似てます。で、まあ、菅野さんの件とかもそうでしょうし、で、だからやっぱり、最終的に物事を見ると、やっぱり芸能界行かない方がいいですね、テレビ出るっていう方向性。だから例えば、池上彰のニュースそうだったかも、いろんな内容のもの流れてますけど、出演者の人の顔とかを見たときに、もうそれは神がかり的な力とかで若返ったりとかあると思いますよ。だけども、これも多分もう前の映像だろうっていうのあるじゃないですか。で、ウィキペディアも宇賀なつみに関して、居酒屋川柳とかの内容はね、2020年から放送ってなってるんですよ。もう本当は2014年ぐらいだったと思いますよ。だから結婚していたり離婚していたりだとか、他の人とかの情報コロ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 変わってますから、もう僕としても一人一人飽きでも全然わからない。もともとそのつながり、その人間関係としてのつながりしっかりとしてさ、まともなお互い電話して、電話かけて状況どうなのっていうようなことを聞けるような関係では一人としてもいないと。完全に僕の状況ってそうなんですよ。で、結婚希望相手は最終的にまあ佳子さまということになったと。まあ、それも結婚希望相手ということであって、まあそこから先は佳子さまに聞いてみなければならない部分とかもありますし、ところで、まあ、前の動画でも聞いたと思いますけども、その大山莉子に関し、
大江真理子さんに関してなんですけど、まあ、武田さんももういなくなっちゃいましたし、まあ、理由もなんとなく分かるんですよ。僕はその年齢的なところを言ったから武田さんいなくなったんじゃないですか。で、まあ、その辺のところは、もともと僕は二十歳ぐらいの頃にも武田さんと会ってますし、もともと武田さんと一緒に大江真理子って僕の親戚のうちに来ませんでしたっけ。で、どうなんですかね、テレビ東京さんに残ってるんですよね。だからウィキペディアの状況とかがあれだけの内容を、多くの人の内容を見ると言ってることと違うから、ウィキペディアの内容は。だからもう僕もどう受け止めたらいいのかわからないし、まあ僕と安住さん、TBS の男性アナウンサー、安住アナウンサー、まあ年齢そんなに離れてなくて、まあ僕からも言った方だと思いますけども、過去テレビ局のそのアナウンサーだった人間が役員にならなきゃならないっていうことで、で、それでそこからのそのつてとか、そのどこが誰かと僕との面識云々とか、関わり合いっていうところからで話つなげなかった、河川水門回避してもらって、地下水でトンネルあって、特に男性の人、それ何とかしてもらわなかったら、もう僕もどうしようもないんで、まあ、そういうところですね。だから、あとはもう、そこから、2007年、8年、両和合、2008年の6月に両和合があられて、あと、それさっき言ってた、その、竹縄さんに聞かなきゃわからない部分のところで、その、北神戸でね、翌年の2001年から2002年の頃だったと思うんですけども、谷口という名前で、スマ店で働いていた人間と柔道をしてたじゃないですか、北神戸店で。それって、有馬警察署の平田さんじゃないですか。で、両顎を殴ってきた人間の、その時ね、髪の毛染めていて、かなり体鍛えていて、両顎を殴ってきた人間の人物と、その一名と、平田さん似てます。で、もともと秀和株式会社で、2001年から2002年の仕事終わった後、サキッタと名乗っていた永田という人物と、竹縄と名乗っていた、まあ、上田さんの方だった上田さん、その野球部の、先輩でキャッチャーしていた人で、その人と、まあ、似てるといえば似てます。その時は、もう向こうと話せん方がええっていうことで、その時、まあ、その、崎田さんって名乗ってた永田さんと、竹縄って名乗ってた上田さんがどれだけ覚えてくれてるかわからないですけど、あの時車に乗り込んだのが4人じゃないですか。山口拓さんもいませんでしたっけ？なんか、その平田さんの言ってたことが、そっちが4人だったら、次会う時はこっちが4人だからなって言ってたんですよ。で、2008年の有馬警察署のすぐ近くのオートバックスのところで、両顎を殴られてますけど、いろんな人間からの挑発行為。一番ひどかったのは、オートバイの直管、マフラーなし。もうめちゃ、音めちゃくちゃうるさい。それ、有馬警察署の方の大通りじゃなくて、こっちの、もう僕の家の前のところまで。で、昼間も家の、僕の横す、その男通り過ぎていってるんですよ、ノーヘルで。まあ、その者たちとも組んでるかもしれなかった。まあ、どっからどこまで誰